願いします。こんにちは。どうも、ご無沙汰しております。ありがとうございます。今日はあの、はい、おかげさまで、とにかくあの多くの方々にご協力いただきまして、あの何回かこちらでも申し上げたこと、なんか陽光桜っていうものを僕坂あのその桜自体は知ってたんですけど、陽光桜いましたっけ、10日近くはいた。いましたね。あ、ね、もう今回最後の映画のクレジットのエンドロールですね、もう何百人というですね、この愛媛県下の方々が名前がバーッと出てきまして、もうそれだけこの地元の方々にあの助けていただいて、一回行くと話が好きなかったんです、1時間2時間桜の話と、はい、遠赤外線の話と、まあ、よく聞いた覚えありますね。いわゆるあのご当地映画ということではなくて、愛媛で生まれた愛媛の実話であるから必然的に、愛媛で撮影が行われた映画と、ですからこれはまたあの地元にの方々も再発見してもらえると思うんですよ。こういう方が、いた我々の国なんだと。僕は本当に素晴らしい人だなって思ったので、愛媛の方々にこの偉人のことを知ってもらい、本当誇りに思ってもらってもいいんじゃないかと。やっぱり陽光桜っていう桜がどういう思い入れで作られたものかっていうのを、こうちょっとまあ小学校とかになるとどうしてもソメイヨシノじゃないですか。ますます増えればいいなと、置いてくださる場所が、そう思います。いいですかね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。